皆さんにごちそうしようと思ってタチウオをね、うん、タチウオね、この子は釣れないの。あ、ほんと6日ね、ゼロが続いた8日目にやね、うん、やっと昨日2匹釣ってきて、もう竹見たらあれはすごいだろう。竹見たキウイが、うん、何が食べてるところ見て、いや、出来上がった作品がまず瞬時にピントが合うんだよ。うん。だってこれね、あのカメラマンとあのでかいやつと一緒の性能ですよ。あ、いやいや、こんなやつと。いや、あ、今買い手後ろで買うタチウオはだいたい1500円から2000円します。こっち見たらチャリある。で、これぐらいありますから。高いどこから行きたいんだね。じゃあ、あれやりますよ。大丈夫、大丈夫。何ことさん。嬉しく思います。チームは嬉しく思いますね。国民のために甘えます。あんちゃん、試食の感想はいかがでございますか？最高。社長、一口のご感想を。伊藤社長、美味しいですか？そしてこれが、私が食べるカニの甲羅です。いや、まし手慣れたもんだね。これは足がありませんね。足はオーストラリア産のエビです。エビです。いかが？こんなでかいでしょ。おお、立派ですね。ジューンと。これがカニの頭です。頭です。で、岩崎ひとつさんを私が無理やりに、はい、お風呂使っておいでと、ちょっと甘い言葉で茹で上げました。これ